で、こういうようにその、原発はこうして、放射能を出さない仕組みになっているんだというわけですが、ところが実は原発っていうのは、いわば事故を起こしやすい、非常に事故を起こしやすいという、性質を持っています。で、その最大の理由はですね、皆さんの資料でいうと実は一番最後の図、最後のページの一番最後の図になるんですけど、ちょっと図の書き方を変えてますけども、これと同じ図がメモリーの打ち方を変えて描いたのが皆さんの最後の図です。資料の最後の図で、皆さんの資料の最後の図はあのメモリが等間隔で打っております。横軸がですね、運転を止まってからの後の時間経過を、日の単位で打ってありますね。左から0から始まって、右に打ち上がって 0.5 日、1日、1.5 日、2日というメモリが打ってあります。一方、縦の軸もですね、これは、運転している時の発熱量をですね、100% といたしまして、それに対して止まった直後、その発熱量がどう変化するかというのを縦の軸で表しています。これも等間隔にメモリを打っております。で、この図でご覧のようにですね、運転した時を 100% といたしますと、運転をやめますと直ちに、発熱量は運転中の 7% ぐらいに減ります。それから短時間にかなり減るんです。ご覧のように図によってですね、でこの下の方になって、それからあまり減らなくなるよ、1日経過した後ぐらいになると、それから以後はあんまり減らないように、延々と続くわけですが、これを、わざと下の方のメモリをですね、上に引き上げる、つまりこちらのメモリで言いますと、ここが、運転中の出力の 0.01% で、これが 0.1%、1%、10% というように、今のグラフと違って等間隔にメモっているのは桁を等間隔に置いてしたような、そういう表現の図です。そうすると下の方が上の方にグッと、先ほどの図の下の方が上の方にグッと持ち上げられるので、変化量がよく分かるということで、この図で説明いたしますと、そうすると、運転直後には 7% ぐらいまで下がって、それから、ある程度下がっていくわけですが、それでもですね、これが1時間経過ぐらいですね、1時間ちょっと経過しても、2時間ぐらいでしょうかね、経過しても、まだ熱はですね、3.3万キロワットという発熱があるわけです、残っているわけです。で、横軸の時間も桁でメモっております、桁を等間隔にしてメモっております。で、この辺が大体、1月ぐらいになります、止まってから1月ぐらい。その時点でもですね、運転中の出力の、0.1% ぐらい、すなわち約3300kW というとてつもない熱が 出続けているわけですね。で、このようにですね、原発が止まったからといって発熱がすぐなくなるわけじゃない。で、これがあの火力発電の場合と根本的に違うわけですね。つまり、勝手に自分で何をしなく、要するに燃え続けていると言いますか、こういう現象というのは他にはないわけでして、原発特有の現象です。ですから原発が止まったからといって燃料を冷やすことをやめたら、このとてつもない発熱によって温度がどんどん上がってて、やがて燃料が溶けるということが あるわけです。で、今回事故でまさにそれが起こったわけですね。で、この熱はどうして出るかというと、これはたくさん生まれて蓄積された死の灰、放射性物質ですね、それは放射線を出します。で、放射線というのは、いわばエネルギーと言ってもいいわけで、これが、熱の形になっ なって、出るわけですけども、その、放射性物質が発する放射線の エネルギーと言ってもいいわけです。それがずっと続くわけです。つまり放射性物質が残っている限りはこの発熱があるわけですね。ただし
先ほどちょっと言いましたように放射性物質は、物質によりますけどもいろんな長さで、減っていきますから、その減少とともに発熱も減っていくというのがこの特徴なんですけども、これを冷やすのに失敗したら大事故につながるというのがあります。でこれがまず第一点の原発は事故を起こしやすい性質を持っているということになります、の性質です。もう一つ、2番目に合計3つありまして、2つ目の理由としてはですね、例えば今回の沸騰水型で言いますと中の圧力が 高圧であると。ですからもし、配管のつなぎ目とか、そういうところにて小さくても穴が開いたり、あるいは亀裂が発生して貫通したりしますと、そこから中の水がですね、あるいは水蒸気が猛烈な勢いでそこへ外へ噴出します。で非常に速いスピードで中の水が減っていきます。でこの高温高圧であるということが2番目の、原発の事故を起こしやすい性質の2番目に挙げられます。でその結果、非常にスピードが速く水が減ってきまして、燃料が裸になってくるわけですね。冷却水から頭を出してくる。昨日おとといの新聞では、水位計が正しい値を示してなかったので、一体水がどこにあるかよく分からなかった。それまで全然水の水位が水がどこまで来てるか分からん状態でずっと、騙し騙し、注水してたわけですが、やっとロボットやその排風機のおかげで被曝加工で入って水位計を調整して、それで改めて測ったらなんと燃料は全部裸になってて、それよりもはるかに下の方で、しか水が到着してないというそういう状態なんです。でもこれは事故から2ヶ月以上経ちまして、ちょうど2ヶ月ですかね、経ちまして、この崩壊死の灰から熱がだいぶ運転直後に比べたら減ってきましたから、まだ救われているものの、これが運転直後にこんな状態になれば本当はその運転直後になってたんですけども、大変な現象になるわけです。で高温高圧というのが2つ目です。もう一つの3つ目のですね、事故を起こしやすい性質、今の原発が事故を起こしやすい性質、先ほど炉の中の構造を説明した時の要因としてですね、燃料ペレットをですね収める燃料棒っていうのがここにありますけれども、これは直径が1センチぐらいで長さが4メートルぐらいの非常に細長いパイプです。でこのパイプは特殊な金属でして、ジルコニウムの合金でできています。まあ主体はだからジルコニウムという金属なわけですね。でこのジルコニウムっていう金属は、原発が効率よく経済的に動かせるために選んだ特殊な開発された特殊な金属なわけです。で、まあ、このジルコニウム合金が開発されたために軽水炉は商業炉として成立したんだという、まあ、そういうことが言われるぐらいですね、この燃料皮膚管を構成しているこのジルコニウム合金というのは原子力開発では非常に重要な開発であったのです。でしかもこれは融点が1800度といって普通の鉄よりも溶けにくいんですが、問題は溶ける前にもですね、前なんですの性質が問題なんです。実はどういうことかというと、もしですねこれ冷却水が外側の液体で流れた冷却水がですね温度が高くなってだんだん上の方で沸騰したのが今度燃料棒の途中で沸騰するような状態です。沸騰して水蒸気ばっかりになるような状態になりますとですね、それほどの高温になりますと溶ける前にですね、例えば1000度ぐらいを超えたところぐらいからですね、このジルコニウムと外側の 水蒸気とかですね化学反応を起こします。でその結果2つの大きな問題を起こし、安全上重要な2つの大きな問題を起こして、それいずれも今回の事故に大きな危険の要因を生んだわけですけども、で一つはですね、これが発熱反応なんですね、熱を出す反応なんです。したがってさっきの
この死の灰の熱がだんだん収まっていくと言いましたけれども、この燃料被覆管が水蒸気と反応し続けますとですね、その反応によって出る熱によってまた熱が発熱が加わるというそういう悪さをいたします。それから、もう一つはですね、今回も話題になったこの反応によってできるものが水素なんです。で、水素というのは爆発性の気体ですから、これが酸素と混合いたしますと水素爆発を起こすということが知られておりまして、これが今回の事故でも起こったという以上3点の、で原発は、放射能を閉じ込めるからいいという考え方が生まれましたけれども、それを打ち破る、本質的に危険な性質が3つあるんだということをご説明しました。これは今回の事故に直接大きな関係を持っております。それからですね、もう一つお話しておかなくちゃいけないのは、危険性の根源が死の灰だと、死の灰が出す放射線だということを申しました。で、放射線の危険性についてちょっと、説明させていただきたいと思います。で、放射線っていうのは放射線を出す物質が出す、粒子とか電磁波とかそういう、ものなわけですけど、そういうものに被爆しますっていうとどういう被害が起こるかというのを分類した表がこれです。で、これは保健物理という学問のですね、教科書には必ず出てくる分類表ですけれども、被爆した場合にどういう被爆の影響の分類があるかといいますと、大きく分けると被爆した人自身が被害を受ける身体的被害と、それから被爆した人が生きている間には何ら被害が現れなかったけども、その子孫に現れた遺伝的影響というのに分かれます。で、今日の話はちょっと遺伝的影響はちょっと割愛しまして、身体的影響だけ見ますと、これもまた大きく2つに分かれます。1つは急性効果と、もう1つは万発性の効果ですね。で、急性の効果というのは一度に大量の放射線を浴びた場合の被害です。で、そうしますとどうなるかと言いますと、大量に一度に放射線を浴びますというと、これは、例えば細胞レベルで考えますと、細胞が放射線被爆によって死んじゃうわけですね。ですからその、細胞で構成された胃であるとか腸であるとか、皮膚はもちろんですが、そういうものが大量の放射線を浴びることによって余計な被爆ですね、自然の被爆は避けることはできませんからどうしようもないんですけれども、それに加えて人工的な被爆は余計な被爆ということを、言い方しますと、余計な被爆はできるだけしない方がいいわけです。それが唯一の結論なんです。ところが、その原発を推進するためにそれでは成り立たないんですね。だから原発が出す放射線によって、微量の被爆をするということには時には、大したことないとか無視できるとか、そう言って言うわけですけども、で、実際にこの原発が事故を起こさない時の普段の、微量放射線を放出している時のことによる被爆を、実際に、人々のがんの発生によって確認しようと思って、これはちょっと並大抵の作業じゃないです。たくさんの人間を、調べてですね、しかもその1年や2年じゃダメで、発がんする前の何十年という間ずっと調べ続けてやっと分かるようなものでもあるわけです。ただそれでもですね、じゃあそのたまたまその当たりくじを引いた人は要するににとってはそれは、100% 1% も同じですから、問題は何一つ変わってないわけですから、要するに被爆というのは、余計な被爆はできるだけしない方がいいのに、ということは当然の話になってくるわけです。で、この放射線ですが、実はこの被爆の影響というのは今抽象的に申しますけども、これは実は年齢で随分違ってきます。これはゴクマンという人の本、分厚い放射線影響被爆の影響の本をですね、私たち熊取の、最近ストに有名になった6人組と、いう人間を中心にして、だけじゃないんですが、それを中心して翻訳した、
結果の図をですね、これは小泉さんがこんな形に図したわけですけども、これで表します。でこれはあの横がですね、年齢になってます。これが0歳、5歳、10歳、15歳と 5歳刻んでくるの。でこう縦のこの棒は何を意味しているかというと、この高さはですが、みんな同じ被曝をした場合ですね、同じ被曝量だった場合に、将来の発がん率がどのぐらい違うかというのを年齢で、その高さで、この高さで表しています。でご覧のように年齢が高くなるにつれて、この将来の同じ被曝量でも将来の発がんが減っていきます。逆に年齢が低いほど、発がん率が高くなる、同じ被曝量でも高くなる。だからこそですね、妊婦さん、子供さん、幼い乳児を抱える人は早く避難しなさいという話がここから出てくるわけですけども、例えばですね、40歳ぐらいの人とそれから0歳ぐらいの人と比べますと、発がん率がですね、同じ被曝量でも10倍ぐらい違います。10倍ぐらい違うんですね。これは何を意味していますか、いるかと言いますと、発がん、がんというのは先ほど言いましたように、変異、放射線被曝で変異した細胞が、まあ、分裂増殖して将来発生するというふうに申しました。そうするとその将来発生のしやすさというのは、何によって決まるかというと、そのが、細胞の分裂の速さによって決まるわけですね。ただすぐ分かるようにですね、若い人ほど、細胞分裂が盛んで、成長期の若い人ほど細胞分裂が盛んですから、ですから変異した細胞の増殖も早いわけです。つまり生命力の旺盛な生命ほど被曝の影響は大きいということを意味しているわけです。でこれは、もう少し広い表現をいたしますと、放射線というのはまさに生命力そのものに敵対する存在であるということを如実に物語っているわけですね。そういう意味で、まあ科学的な意味でもですね、人類と、放射線というのは被曝、原発、こういう被曝を出す元である原発というのは、本質的に共存できない、性格のものであるということが言えます。でもう一つ共存できないという意味で言いますと、この放射線というのはだいたい被曝して、放射線を浴びて被曝してもですね、皮膚感覚はございません。痛いとか痒いとか何も感じないです。もちろん匂いもないし、舌先入れ、まあ、舐めることはできないかもしれないけど、舌先を取っていってもですね、味もしない。で耳にも聞こえない。つまり人間の五感には一切、キャッチできないわけですね。で人間の五感というものがなぜ備わっているかというと、大きな一つの目的としてやはり、人体にとって好ましくないもの、あるいは危険なものをこの五感によって事前にその兆候をキャッチしてですね、そして人間はそれを意識して避けると。で、つまり危険防止のセンサーであるわけですね。でそれが五感だということができるわけです。つまりそういう、危険察知のセンサー、5つのセンサーがですね、ことごとく役に立たない、そういうものが放射線であると。そういう意味でも、生命とですね、こういう放射線を、無用に生み出す原発とはですね、根本的に相入れない、そういう性格のものであるということを科学の面からでも物語っているということが言えると思います。ちょっと基礎的な話がなくなってあんまり時間がないので、事故の話に行きます。で、事故の話にするとそうですが、まあ一口に言いましてですね、まあ1979年に超大国のであるアメリカでまずスリーマイル島原発事故という重大事故の例を挙げますと、重大事故の例を挙げますと、超大国のアメリカでまずスリーマイル島原発が起こりました。これは炉心溶融という事態でして、
先ほど言いましたように炉心溶油ということは燃料が溶けるということですから、この燃料は溶けたら途端に魔物に変わると言いましたですね。だから溶け始めたらもう手がつけられなくなる。だからこれから事故の話をしますけども、溶けることをいかに防ぐかっていうのが最大の重要事だったわけですね。スリマイトが起こりました。で、ほぼ7年後にですね、旧ソビエトのチェルノブイリというところで、核爆発的な事故が起こりました。これは軽水炉じゃなくて日本のような炉ではなくて黒煙炉というタイプですけども、それでも、これによって、最大級の事故は起こったわけですね。でこうして2大大国がそれぞれ事故を起こしたわけですが、とうとう日本もですね、福島東急東電福島第一原発で、チェルノブイリ級のスリマイトをはるかに超えるチェルノブイリ級の事故を起こしてしまったと。でまあ非常にありがたくないんですが、これで日本も大国の仲間入りを、まあ、果たしたという、まあ、苦い皮肉ですけども、そういう状況になっちゃったわけです。ですが、この事故ですが、基本的には地震というと巨大な地震ということからきっかけになって始まったわけですけども、事故をここまで大きくしたというのは基本的に人災の面が非常に大きいわけですね。で、まず地震が起こりました。で1時間後に津波が起こりまして、津波で、最初の地震の時にすでに通常の電源は全部停電しちゃいまして、でそこで原発には必ず非常用の発電機っていうのが設けられまして、通常電源が切れまして停電になりますと、比較的短時間のうちに自動的に非常用ディーゼル発電機が回って、それで電気を供給するということが起こるわけですね。で、これが起こったと。でところが1時間近く後に津波が起こってきて、この非常用発電機が、全部水に浸かっちゃって海水に浸かっちゃって燃料のタンクの沖へ流れちゃったというところからように、非常用の発電機もなくなっちゃったんですね。で電気が一切供給できなかったと、できなくなっちゃったと。でこういう事態というのは考えてなかったんだと、想定外だと言って、まあ、東京電力や国は言ってるわけですけども、まあ、その結果、安全装置というのは、原発の安全装置は全て電気があってこそ、働く安全装置だったために、その電気がなくなったことによって何にもできなくなっちゃったわけですね。でこれがまあ想定外だと言って言われるわけですけども、ただ、最近その炉の状況をいろいろ振り返ってみますと、どうも今回の事故は運転中の1号機から3号機までまず地震が来た時に運転中でしたんですが自動的に停止したと、そこまではいいんですけども、この1号機か3号機のうちの1号機だけはですね、電気がある時からもうアウトになってたというのはほぼどうも間違いなさそうなんですね。どういうふうにアウトになってたかというと、ここは2号機3号機とちょっと違う状況をたどってるよう、まあこれもあくまでもまだ推定段階ですけども、かなりこちらの方が正しそうだと私は思ってます。つまり電気がある時だ以前、津波が来るとき以前にですね、まず最初の地震で配管が破断したということです。原子炉圧力容器があります。で先ほどはそのこの蒸気をですね発電するために外へ出してタービンを回すという、そしてまた複数行って水に戻して戻るという話をしましたけども、ここにご覧のようにですね再循環系というのが備わってます。でこれはポンプがここにあって中の水をぐるぐるかき回してるだけなんですけども、冷却が目的じゃなくて中の水をかき混ぜるというのが目的で、これが何系とかあります。ここでは2系と書いてありますけど、
これが実は非常に重いもので、特にポンプが重量物のポンプがぶら下がっているような、もちろん、支えは途中しているでしょうけども、そういう、ものがぶら下がっているわけですね。でなんでこんな再循環というかき回し方をするかというと、これをすることによって同じ炉でも出力を上げることができるわけですね。でそのために再循環系というのがあるんですが、これものが外へこう外付けされているということは地震に対して非常に弱い構造ですね。まあそれでも耐震設計でちゃんと壊れないようにしているという謳い文句だったわけですが、最初の地震でおそらくですが、ここのおそらくこの再循環系のどっかのパイプが破れたと私は見てます。で私だけじゃなくて多くの人は見てるわけですね。ああもうこんな時間かまだ序の口でした。すみません、ちょっと、ところがそのですから、これは向こうが通信側が言ってるような想定外の事故じゃなくて、要するに地震そのものにそもそも耐えられなかったんだということが、もしそれが本当だったら言えるわけですね。で2号機3号機の場合はおそらくそういうことじゃなくて、中の、電気が使えなくなったために、緊急時の炉心に水を大量に注入する装置が働くなって、動かなくなった、冷やせなくなった。それによって燃料の温度が上がってて、どん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 水が蒸発して、圧力容器側から水蒸気が出る、それを格納容器が受ける。ところが格納容器も水の温度が100度を超えたんで、もうそれ以上受けられない、中の圧力が高くなる、仕方なくて放射能混じりと水素混じりの蒸気を外へ噴出する。で外へ噴出した放射性物質はご覧のように、周辺に漂って周辺を汚染して、はるか東京まで汚染が広がったっていうあの事態につながったわけですし、水素の方は水素の方で建屋の中に溜まって、そして水素爆発を起こして建屋の上の方が全部吹っ飛んでしまったという、まあ1号機から2号機の場合はちょっと違いますけど、1号機3号機はそれから後に使用済み燃料で同じような体が起こって発生した水素で爆発したという、まあ大きなその危険がです次々と連鎖反応的に起こってきて、破滅的な事態に広がっちゃったと。でまあここで、私は人災だと言ったことは、まずその判断が誤ったということですね。これはチェルノブイリじゃなかったスリマイトの原発事故がほぼ同じような経過をたどってて、前例がちゃんとあるわけですね。でその時に、炉の燃料を冷やせなくなったら燃料が溶けるまで非常に早いぞと、あっという間に燃料溶けちゃって、もうそこから手の施しようがなくなるぞということは、あの事故をまともにきちんと考えてたら誰でも分かるし、みんな、専門家でも分かってたはずなんですけども、その空炊きをですね、海水を入れるともう二度と炉が使えなくなるという、まあそういう財産のことを優先してしまって、その手遅れになっちゃって、結局1号機か3号機まで全部いろんな燃料を溶かしてしまったと。そして溶けたらもう魔物ですから、要するに手の施しがない、いつ終わるとも知れない事故がこの後続いていくということになっていったわけです。あまり時間がないので、この問題点とかそこからの教訓とかいうのはこの後のシンポジウムの中でお話しすることにならざるを得ないと思う。申し訳ない、ちょっと時間配分を間違えました。申し訳ないですが、そういうことになるわけですが、結局その、もう海、土地、空気、あらゆるものを野菜、あらゆるものを汚染しちゃったというのが今回の事故であるし、それから、この事故の結果ですね、土地を捨てなくちゃいけないという人が何万人とも出てきた。で、曲がり何も原発、直接原発の近くじゃない、被災者、水害、津波と地震の被害者の場合は復興の、動きに向かっているわけですが、その復興の復旧復興の希望さえも全く絶たれた、多くの人たちが生まれちゃったと。でこの人たちはこれからどうしていくんだろうという、大きな懸念が
残されたわけです。肝心の話を、せずに終わって申し訳ないんですが、この後は、たっぷり、シンポジウムの時間がありますので、そこで、続きの話ができたらというふうに思いまして、とりあえずはここで一旦打ち切らせていただきます。どうも不適合な話で申し訳ありませんでした。